はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションカウベル編。このシリーズはカウベルという楽器について1からいやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でこのハンドカウベルの持ち方や基本のパターン、根気器ですね、この叩き方について解説しておりますので、まだ見てないよという方は概要欄からぜひチェックしてください。そして今回のレッスンはですね、このカウベルでフィルインをやってみようと思っております。はい、カウベルってフィルイン叩けるのと、思う方いるかと思うんですけれども、実はね、めちゃくちゃ叩けます。なんならカウベルのフィルインってね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。みたいな、まあ、ド派手な音でね、カカカカカンと、鳴らすようなフィルインになるんですけれども、今回はまあ特にね、初心者の方でも叩きやすいフィルインを伝授したいと思いますので、ぜひやっていきましょう。はい、今回はですね、カウベルでフィルインこんな感じで入れるんだよというね、例として一つ覚えていただきたいと思います。こんな感じのフィルです。はい、こんな感じですね。はい。このコンキキは前回やったリズムパターンだと思っていただいて、このパターンを叩きながら、まあ、時々ね、フィルイン、特にまあ盛り上げたいところとか、何か目立たせたいところで、カラカカンカンっていうのをね、叩いていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ハンドカウベルでフィルインなど特に目立たせたい音を鳴らしたいときにはですね、この自分側に向いている面、このボディを叩きます。このマウスからつながっている、この一番広い面ですね。ここを叩くとかなりカン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 と目立つ音が叩けます。で、こう、親指を押さえた状態で鳴らしてもいいんですけれども、こうするとね、ちょっとミュートされた、短い音になりますので、特に目立たせたいときはですね、もう完全にオープンの状態。親指側も、人差し指、中指側も開いて、カウベルが完全に鳴るような状態にしてあげるといいかなと思います。なのでリズムパターンを叩くときには、まあ、ハーフオープンだったりミュート、ちょっとこうタイトな感じにして叩いていたと思うんですけれども、フィルインの時はパッとね、指を離して解放した状態、オープンの状態で、はい、このようにして、音を目立たせます。はい、ではフィルイン叩く前にですね、まずこのフレーズを口で歌えるようになりましょう。ちょっと歌ってみますので、真似して歌ってみてください。コンキキも2回、続けて言いますね。いきます。コンキキ、クラカカンカン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 。はい、このようなフィルです。クラッカカンカンですね。クラッっていうのがちょっとミソなんですけれども、もうこのままね、このまま歌で覚えていただくといいかなと思います。もう一回歌います。コンキキ、クラッカカンカン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 。はい、覚えましたか？クラカカンカンですね。はい。では楽器で叩いてみましょう。クラカカンカンですね。クラカカンカンとなります。クラカっていうのがね、いきなりこう、ダララララっていう、連続した音になりますので、ちょっと難しいです。これだけ練習しましょう。はい。これどうやってるかっていうと、この打面に対してですね、スティックを、まあ、落下させる。で、しっかり握ってしまうと、これバウンドしませんから、ゆるーくね、これ叩くときはゆるーくスティックを持って自然に跳ね返るようにして落下させる。はい。ゆるい状態だと、勝手にこのスティックが跳ね返ってくれますから、カララララッと、連続して音が鳴るはずです。はい。これだけしばらく練習してみてください。で、特に何発当てるとか考えなくていいので、もう自然にね、跳ね返る感じで、ダララララッと当ててみてください。はい。このカウベルにおいてね、このカララっていうね、音、すっごいよく使えます。あと結構ね、目立ちますから、これがね、いつでもできるようにしておくといいかなと思います。なんで、暇な時とかね、こう、ダララ、ダララ、ダララっとね、弾ませるような練習をしておくのがおすすめです。じゃあ、これをフレーズで叩きます。カラーカなんで、カラーカ。はい。一回バウンドさせて、もう一回発音する感じです。カラーカ。カ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 ーカ。はい。つまり、一発目でこう、ダララララッと伸ばして、二発目でしっかり区切るような感じです。カーカ。タータと考えてもいいですね。タータ。タータ。タータ。はい。で、これができましたら、カーカカンカン。まあ、もう2発叩けばいいと。カーカカンカン。ね。カーカカンカン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 。はい。できましたでしょうか。特にやっぱりこの、カララっていうね、連続する音が難しいと思いますので、ちょっとできないなという方、これだけ集中して、練習するといいかなと思います。はい。はい。で、このボディのどこを叩くかについては言っていなかったんですけれども、ご自身のカーベルをですね、いろいろ場所を叩き比べていただいて、音を確認してみてください。すると、このマウスに近ければ近いほど音が低くなると思うんですね。で、逆に離れれば離れるほど音が高くなりますので、まあ楽曲とかね、その時の雰囲気に合わせてこの音の高さっていうのを調節していただくといいかなと思います。で、あんまりこのこっち側ですと、この親指を誤って叩いてしまう可能性がありますので、まあ大体このね、ボディの真ん中ぐらいを狙って叩くようにするといいのかなと思います。で、フレーズで連続して叩くときはですね、まあ、同じ場所をこのように叩いてもいいですし、ちょっとずつね、こう、ずらしていく。はい。これちょっとコツというかね、中級者、上級者向けのテクニックなんですけれども、こう、これフレーズを叩きながらね、場所をずらしていくと音程も上がっていくので、カラカカンカンってこうね、だんだんこう、後ろに向かっていく、強くなっていくような印象になります。はい。なので、まあ曲のね、シチュエーションによっては、この同じ場所で、と叩いてもいいですし、盛り上げるような感じにしたければ、このマウスの方から、こっちの方に向かって、カラカカカンっていうね、感じで叩いてあげるといいかなと思います。はい、ではゆっくり叩いてみますので、合わせて練習してみてください。根気キを2回叩いてフィルインっていうのを繰り返します。ゆっくりやります。せーの。コンキキ、コンキキ、クラカカンカン。コンキキ、コンキキ、クラカカンカン。コンキキ、コンキキ、クラカカン。はい。では、もう少し速いテンポでチャレンジしてみましょう。コンキキコンキキ、クラカカンカン、コンキコンキキ、クラカ、せーの。はい、いかがでしょうか。できましたでしょうか。まあ、容量はね、この手を開いてオープンの状態にして、このボディに対してスティックを当てるというだけでございますので、今回のこのフレーズ、カラカカンカンっていうのを基本にして、まあ、ここからね、発展させて、それぞれ好きなフレーズを考えていただくといいかなと思います。まあ、例えば、カンカカカカカとかね、カカカカカとか、まあ、いくらでもやりようあると思うんですね。ちょっといろいろ叩いてみますけども、はい。まあ、みたいな感じで、だんだんね、このフィルインを発展させていくと、さらに楽しくなっていくんじゃないかと思います。はい。というわけで、今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。あくまでフィルインなので、基本のね、コンキキ、コンキキっていうリズムを刻む方が、まあ、重要なので、こっちをしっかり押さえてからトライしていただくといいかなと思います。で、あんまね、フィルばっかやってると、楽曲で浮いてしまう、バンドメンバーに嫌われる可能性がありますので、まあ、そこはね、慎重にというか、フィルインをここだっていうね、ここぞという、場所、シチュエーションで叩いて、盛り上げていただくといいかなと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。